ジェームス・パトリック・エドモンズはアメリカ合衆国カリフォルニア州、フラトン出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。ファーストライトレフトとしてのプレイ経験もある。1988年の MLB ドラフトでカリフォルニア・エンゼルスから7巡目で指名され入団。1993年9月9日にメジャーデビュー。1994年は開幕から メジャーロースター入りを果たし、新人選手としてはリーグ3位の94試合に出場した。1995年には141試合に出場し、打率290、33本塁打107打点、120得点を記録。得点数はドンベーラーの球団記録に並んだ。その年のオールスターにも代打で出場を果たした。その後、 守備でも、1997年、1998年と2年連続でゴールドグラブ賞を受賞。1996年は打率304と自身初の3割を上回ったが、2回の故障者リスト入りを経験し、出場試合数は114試合だった。1997年は8月1日に背中の痛みを訴え故障者リスト入りとなり、 出場試合数は133にとどまり、地区優勝を逃す要因にもなった。テリー・コリンズからは、来シーズン最低150試合以上出場するように、言われ、エドモンズは、シーズン終了後の10月中旬に、両膝の手術を受けた。1998年は154試合に出場し、25本塁打を記録し、5月21日のアスレチックス戦で、 通算100本塁打を達成。また、自己最高の42二塁打を記録した。1999年は、開幕を故障リスト入りで迎え、8月2日になって、シーズン初出場。打率、250と、デビュー年以来の低さに終わった。2000年3月23日に、セントルイスカージナルスにトレードに出される。同年は、自己ベストの42本塁打。 108打点と大爆発し、5年ぶりにオールスターゲームに選出され、7番センターで先発出場し、オールスター初安打を記録した。本塁打数はロジャース・ホーンスビーに並び歴代4位だった一方、167、三振は球団新記録となった。そしてエンゼルスでは縁がなかったプレイオフにも出場を果たし、チームの躍進に貢献する。 同年から2005年にかけて6年連続でゴールドグラブ賞を受賞した。2001年は4月に打率4割を記録するも5月から7月にかけて打率は260を下回ったが8月は328、9月は368の高打率を記録した。シーズントータルで打率は304を記録し自身初となる3割30本塁打。 100打点を記録した。2004年には42本類が111打点でシルバースラッガー賞を受賞。7月には打率381.13本類が27打点を記録し、いずれもリーグ1位で初の月間 MVP を受賞した。この年カージナルスはワールドシリーズへ駒を進めるも自身の大不信もあって4連敗に終わった。 2006年は怪我の影響もあり、大きく成績が落ち込んだが、チームはワールドシリーズ優勝を果たし、初めてのチャンピオンリングを獲得した。2007年オフにデビットフリーズ金銭と交換で、サンディエゴパドレスへトレード移籍。2008年は打率、178本類打1本と制裁を書き、5月9日に自由契約となった。 2八8 5月14日にシカゴカブスと契約をした。2010年にミルウォーキーブルワーズで2年ぶりにメジャーへ復帰。オプス8割台と健在ぶりを示した。2010年8月9日にクリス・ディッカーソンとのトレードで蓄州を走るシンシナ・ティレッツへ移籍した。2011年2月18日に前年から痛めていたアキレス腱の回復が見込めないことを理由に、 現役引退を表明。故障の悪化は、チームドクターのずさんな選手管理に責任があるとして、レッツを非難した。エドモンズのバッティングの特徴は、ボールをよく選ぶことで、2006年には、1打席あたり4.07球相手投手に投げ、させている。一方で三振も、かなり多い。自己アーストは2000年の167三振。また、左投手を苦手としており、 通算で右投手の打率は297に対し左投手は253と4分以上低い。ありがとうございます。